王室書写検定、実技と理論ということで、知識と理論の方をやっているんですけれど、詩でも書かすんですよね、書写検定ですからね。でも今草書を楷書に改めるという問題のところですね。この程度は許されると思うんですね。そういう感じ。そうか。なるべくきちっとつけるならつけた方がいいかもしれない。こういうのを払うのか止めるのかっていうのもね、細かく問う問題のところはね、やらなきゃいけないんですけれども、点と草書を楷書に改めるということであればね、誤字にならなければ書写体なのか。伝統というのはね、あまり継承で、ここは払っちゃうとまずいと思うんですよね。そうかみたいな。でも書写検定の一級であれば、そういうところ全部こだわってきっちり活字体にしなくても、こういうところきっちりつけた方が減点にはされずに済むと思うんですね。こういうところを出す出さないもあると思うんです。こういったところをつけるつけないとかね。だから減点されないためにはもうきっちり全部つけるとかつけるという方が無難かもしれませんね。で、ひらがなの元となった漢字を書く。だからこういったところもしっかり書くのか、何の字か分かればいい程度に、あまり崩しちゃいけないですけど、こういったところをきちっとつける。つけない。まあね、どの程度な。しっかり形になるとごんべんも横になってしまいますから。活字の特に明朝体ってある必要はないと思うんですね。
ということで、ここまでが。ひらがな50音全部かけた方がいいので、それはさらっといた方がいいですよね。カタカナも含めてね。手を打つぐらいだったらいいと思うんですけれども、リ、行きました。さあ、ここからは読みなので、でも毛筆検定だから手に頼らない方がいいかな。こう、ミキナスを点灯しよう。シビントビのを入れたいんですよね。原本入っているんでね。入ってないと思うんですね。腰分ごとカッコ、あ、カッコで一応さすがですね、抜かりないですね、模範解答。急性急冷戦命は入るかな、いいようにしましょう。まあ、涼しい、大きいし、修辞修行じゃん、大文字も入ってるよね、修行、うん、
海産国籍。来ました。もうこれで時間10分、まだまだ続くんですよね。ここからちょっと楽させてもらって、どうしよう、立ち花も入れない。脳を入れるかですね、カッコをつけてるか。立ち花のないと罰になる可能性もある。幸福くん、幸福くんの日、かっこつけてのまで書くかどうかですよね。これ問題が、問題にミスがありました。ボンまたはボン、屏風と屏風、大きく大きな思想。立教の死、やっぱりそうですね。
の市総代銀行東方南方です。で読みを問うところまで来ました。でこっからがね一級になるので、これは次の動画でやっていきます。常用漢字をね旧字体にするというのはね結構大変な